ナフィーサー、アリーナフィーサーアリーは、インドの女優、政治活動家、ムンバイ出身。父親は、写真家、アフマドアリー。祖父は、ベンガル語作家で、独立運動にも携わったエスワジドアリー。おばには、作家で、ジャーナリストの財文にサーハミズッターがいる。夫の RSOD は、世界的に活躍した選手に、政府より授与される、アルジュナ賞受賞の元ポロ選手であり。 引退後の現在は、インド国内の不動産開発に携わる、実業家。カルカッタ・ノラ・マルティニエール女子カレッジから、ケンブリッジ大学へと進学した。また、米団と哲学についてスワーミー・チンマー・ヤーナンダから、教えを受けている。1972年から1974年まで、競泳の国内選手権を制した後、1976年に、ミス・インドの栄冠を手にし、 翌1977年に開催されたミスインターナショナルではフランスのソフィー・ペリンに次ぐ準ミスに選出される。また、1979年にはコルカタジムカーナー競技場で騎手も務めていた。その後は女優としても活動している。ボリウッド映画ではシャシカプールと共演のジュノーン、アミターブ、バッチャンと共演のメジャーソブをはじめ、近年では ビワファやダルメンドラと共演のライフイニエー、メトロなどに出演。また南インドのマライアラム語映画のビッグ B に出演し、同映画界の名優マンムティーと共演を果たしている。その他、エイズ啓発活動を行う市民団体アクションインディアの代表を務めている。2004年、ロークサバー選挙において、南コルカタ選挙区より立候補するモラクセン。 翌2005年9月にインド自動映画協会の代表に就任。2009年4月5日、再び巡ってきたロークサバー選挙において、今回はラクナウ選挙区より、サマジワディ等の指名候補として出馬することが発表された。当初この選挙区には、ボリウッド俳優サンジャイダットが立候補予定だったが、ムンバイ連続爆弾事件への関与で受けた。 有罪判決を理由に最高裁判所が彼の立候補を無効にしたため、その代わりの選出となった。ありがとうございます。